なかなかですね、ないっていう人がいるんですよね。で、実際にですね、いいと思うのはやっぱり情報発信ですよね。で、情報発信というのは、ご自身の例えばサラリーマンとか主婦の経験をですね、そのまま、文字もしくは音声で、動画でですね、発信することで、収入になるんですけども、元手がかからないというのがやっぱりこれいいところなんですよね。転売とか物販はお勧めしてないのはやっぱり、僕は移住とかそういうのをやっぱり一緒に生活費を下げるためにお勧めしてるんですけども、それがしづらくなるんですよね。やっぱり物が物理的に、届けたり届いたりっていうことがあるとダメなので、やっぱりノウハウ、情報っていうもの、形のないものを発信するっていうのが一番いいと思います。やっぱり教育ビジネスっていう意味でですね、一番、いいんですよね、その情報発信というのは。なので、これをやはりネットビジネスとしてお勧めしています。で、まあ、在宅企業なんですけども、やっぱり週末企業、サラリーマンが